電池の戦闘要請ルナスです。冬季伝通続きをやっていきたいと思います。さっき気に入ってたんだけどね、なんだろう、一括援護、あ、わかった任せる、あ、なるほどね、命令だ、これエッホうわと強くなれるだろうか。いけない、洗濯物しまい忘れてきちゃった。雨降らないといいけど。そこ心配するところ、無視しようぜ、みんなでさ。待って、これは何？
これ、え？ここに何かがあるの？これだ。え？そういうわけではなさそうだ。よくわかんねえけど、とりあえずダメだってことか。正気が濃いな。戊辰戦争の頃、俺たちは庄内藩にいた。当夜は長州、敵同士だったのさ。問題これが何なのかだよな。問題は何かが見えりゃいいけど、そういうわけでもなされだよな。正気が濃いな。あ、やべ。これまさか、もしかしてさ、鬼の手使えるってやつじゃね？また光線的なやつらだな。やべ、結構やべえんじゃねこれ。なんかやばい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 。精進いたします。いや、いいんですけど、やべんじゃねこれ。あ、やっぱり。え、これもしかして全滅？うっそ。え？ああ、こっからか。はいはい。へそが茶を沸かすとか、おととい来いとか、
日本語は不思議がいっぱいだな。で、強くなれるだろうか。マナズルは鬼の副長って呼ばれてる。大気に背いた奴を半殺しにしたのがたたったな。これでさっきの正気が来いっていうとこう。
それでここに来るのね。はいはいはい。でも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 やべえな。どうするかの問題は、あ、いけねえし、マジかよ。やべえ、強制イベント突入。FF キャラだよ。来たわね、私が相手よ。お前が父さんを許さない。頭を冷やせ、死ぬぞ。大丈夫だ、私たちが死なせない。行け椿、背中は私たちが守る。グエ、カムナ、お願い、私に力を貸して。もう誰も死なせないだけの力を。今だけは戦ってやる、お前のために。来るぞ、タマハミ。来い、お前は私が倒す。こんなとこで負けてちゃ父さんに顔向けできない。一番のものの譜になるってそう約束した。母さんがいなくなった時誓ったはずだったのに。邪魔する鬼は生き残らずぶっ飛ばす。一番のものの譜になってみんなを守るって。ごめん母さん、父さん、約束守れなかったよ。それでも目指していいかな、一番のものの譜を。安心の加護。うわー、なんか気負ってる気負ってる。死ななくていい奴らが死んだ。してやれることは何一つない。お前は死ぬ。お前たちは何者なんだ。じいさま、私にはわからない。あなたはいつだって強い、まるで鋼みたいに。少しだけでいい、その勇気を私に分けて。この君上手。やばい、悪の状態。こっちに向いてる、こっち向いてる、こっち向いてる、こっち向いてる、やばい。ひよってる、ひよってる、もしかしてひよってる。うわー、ピヨッ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 ピヨ
行こう、全身全霊で切り裂く。画面に見つけてね。求めあれば立たねばなるまい。おお、なんとか。やったわよ、父さん。もう里は大丈夫。誰も死んだりしない。私が死なせない、うん、だから安心して眠って、あとは私がやるわ。父さんができなかったこと全部、そして必ず一番のもののふになってみせる。みんなにはお世話になっちゃったわね。どうってことないさ、椿。鬼がいたから倒した。それ以上でも以下でもない。ほんと可愛くないわね。でもありがとう。あなたがいなかったらずっとくよくよしてるだけだったわ。うまく言えないけど、その感謝するわ。もう大丈夫みたいだな。なら戻るぞ。これで行動限界で死んだら笑えない。そうだった。急いで戻りましょう、私たちのまほろばに。おお、そっか、戻れんのか。迷える魂たちよ、どうか安らかにあるべきところに帰りたまえ。さようなら、父さん。さようなら。
今日は付き合ってくれてありがとう。ヤクモも死者を送る機会をくれて感謝してる。大勢が死んだのだ。里を挙げて送り出すのは当然だ。それで貴様はもう大丈夫なのか。そうね、ヤクモ、私今日限りでこの絵をやめるわ。もうやべ、なんだと。やりたいことがあるの。父さんの仕事を引き継ぐ。本部の受付を手伝うわ。困ってる人を助けてあげたいの。でも自分の夢も諦めない。一番のもののふに必ずなってみせる。そうやって自分の道を行きたい。許可してもらえるかしら、隊長。おう。好きにしろ。どうせ言っても聞かぬのだろ。そうだね。貴様は頑固者だからな。ありがとう、ヤクモ。力の限り励め。椿を頼むぞ、からくり使い。これで後戻りはできないわ。自分を信じて頑張らなきゃ。一番を取るのってちょっと難しいのよね。一緒に来てくれるかしら。よかった、これで正式に好敵手ね。ありがとう。わしの槍、お主に預けるぞ。後藤又兵衛、誰。な、何これ。これって分霊。噂で聞いたことがあるわ。心が通じた人とは御霊を分かち合えるって。なんか激しく照れくさいんだけど。まあ、あなたならいっか。これからもよろしくね。おいえ。おや、ここどこですか。なんか知らないキャラがいる。今こそ宿願を果たす時。待っていろ、常磐のオロチよ。長き呪縛から私が解放してやろう。おう。ねえ、わかったわ。はい、なんかいつの間にかなんか、次のあれしました。次の試合行っちゃいました。ではいい感じの時間なので、今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。